いや、ずいぶん最近暑くなりましたね。もうこう暑い時はお酒もそうですね、なんか爽やかな生酒、酸味がちょっと効いてる、そういうの飲みたいよね。それでそのつまみもね、なんか谷中生姜が食いてえぞって今日急に思っちゃいまして、それで声優ストアまで谷中生姜くれって言って買いに行ったんですよ。それで買ってきたんですよ。これ、これね、これですよ、これ。あ、これね、味噌をつけてね、パリパリ食べながら酒飲むの、これが、まあ、たまんないですね。それとこいつ、これが、そら豆。これはね、どうやって食べようかなって、裏ごししてそら豆のスープにどうぞってここに書いてありますけど、そんな面倒くさいのことはしたくないですよね。多分これそのまま魚焼きでこう焦げ目がつくぐらいに焼いて、それでそれをそのまま食べるっていうのがいいですかね。それからね、今日声優に行ったら、声優ストア行ったらまた珍しいものがありまして、買ってきちゃいました。もうとんでもないもん買っちゃいましたね。危ないもんです、これは。危ない危ない。何が危ないってね、これね、怪我します。ぶつかると怪我します。それからね、そうですね。下手するとこう、窒息します。そのぐらい危ないです。それから麻薬調査用の麻薬犬、鼻が完全にバカになりますね。そのぐらい危ないもの、それがこいつです。いやー、あっち、痛いっすよ。ああ、これ、なんだかわかりますか？悪魔のフルーツと言われるドリアンでございます。まあ僕はこのドリアンがね、大好きでね、ほんと匂いがね、強烈なんですけども、一度食べたらこれ病みつきになりますね。これ見てください、このトゲトゲ、痛いっすよこれ。これ、ほら、ほんと危ないですよね、これ。ほんと、こうですね、こう、この僕最初ね、ドリアンを買った時はね、食べ方がよく分かんなくって、ナタでかち割って食べました。皮を剥くのにそう3時間ぐらいかかりましたかね。かなり苦労して食べた覚えがありますが、それがだんだん分かって、まだこれ食べない、熟成してくるとこれ割れてくるんですね。こういうふうにね、割れ目が入ってくるんです。これね、見えますか？こういうふうにね、パカッと割れてくるんです。で、これが、5箇所ぐらいこう割れるんで、でね、割れてきたらこうつまんで、ミシミシって剥けるんですよ。こうやって食べると美味しいですね。これがさっき表にあったイチゴです。取ってきました。ほら、こんなに取れましたよ。あ、うまい。いちご、いちご5個一気食い。うまっ。ただ、いて。ドリアン。ドリアンを抱きしめるのは危険です。やめましょうね。良い子の皆さん、真似をしないようにしましょう。生酒も用意しました。そしてね、今ね、
今ね、あれそら豆焼いてんですよ。で焼いてたらこれでそら豆と生姜を食いながら酒を飲むと。で相撲も見ると。これが正しい夏の夕方の過ごし方じゃないでしょうかね。これです。焼きました。さてじゃあいただきます。乾杯。あーね、サワネは爽やか、酸がちょっと効いてますね。サワネってこれ、沢の井の生酒、沢ね純米です。あっち暑いっす。あっちどうやってあっちあっち、はい、出てきました。そら豆塩つけていただきます。うん、あのね、あーそら豆うめえよこれ、超うめえ。あっち、うん、やっぱ旬のものはいいな。カチ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 、うん、よし、じゃあ次は生姜だ。生姜、生姜、生姜、味噌つけていただきます。あ、辛くていいね、スーッとする。うん、いや、なんか生姜うめえ。まあ、相撲やってます。栃尾山対雅山。押し出しました栃尾山の勝ち。